武俊春一は、日本の政治家。衆議院議員総選挙に15回立候補し、当選は6回。ニックネームは、正解の寝技師、正解の怪物。香川県高松市出身。旧制大阪府立生の中学校卒業、早稲田大学専門部中退。少年時代に、東京憲兵隊本部で、天笠正彦の球児を務めたことを機に、 満州に渡って、満州国の機関紙各民の記者となる。満州人脈のメンバーとなり、岸信介と深い仲を築く。軍部と外務省コワインの肝入りによって、上海に国策新聞、大陸新報が創設され、1937年、その社長に25歳の若さで就任。白根松介大尺や美野部吉の単眼を受け、同社では、 ミノベ・リ吉や高坂一郎高橋・正夫など人民戦線事件で検挙された左派知識人たちを積極的に雇い入れた。大陸新報は本土とは違った自由な雰囲気を持っており、日本の知識人や文学者が多く執筆した。朝日新聞上海特派員であった須田定一も変名で大陸新報に執筆していた。 高橋正は回想録にて、副家のことを、豪傑と語っている一方で、山本武都氏は、うさんくさい人物という評価を下している。大陸新法時代の部下だった小森武史とは、戦後まで、強いつながりを持っていた。大陸新法で生まれた人脈は、国政では対立する立場であった、保守政治家と革新政治家が、裏でつながっているという状況を作った。 1942年の第21回衆議院議員総選挙に、旧東京一区から立候補し初当選。当時最年少国会議員であった。選挙の際には、里見はじめの支援があったとされている。1943年11月、衆議院議員に、して大東亜戦争に、 妻子召集中なる人里それの職を、質ひたる者の補欠及び復職に関する法律が適用され、現役議員ながら太平洋戦争に召集された。同じく召集された有馬栄治、浜田昭友と共に政府提出の市町村改正案を官僚の権力増強案と批判し反対した議員の一人であったため、東条秀樹による懲罰召集であったと見る向きもある。 終戦直後の第89回帝国議会においては、広くもこれの戦争責任者たる母、将軍とも重臣、軍閥、官僚、財閥並みに政治家等の中にあって、是等の人々配いわゆる戦争挑発に依恋の脈絡、ありと思え晴れるのであります。しかもも何ら反省の色も見せず、客手敗戦の責任を国民に転化し、自ら少々筆金の袖にん、 連とするに至りつて派、断じて私ども福音兵の老人、としても都市難、井のでありますと、福音兵の立場から、戦争責任問題を追求する質問を行っている。戦後は、公職追放となる。本土に引き上げてきた後は、京都で漁業市場の経営を行っていたが、当時鉄道総局長官だった、佐藤栄作から、兄の頼みだからと言われて、 新中軍の列車で急に上京し、菅野プリズンで騎士と面会した。また騎士が、長女、陽子の見合い相手として、新聞記者を望んでいたことから、当時毎日新聞の政治部記者であった、安倍晋太郎を紹介する役割を果たした。追放解除後は選挙区を、故郷の香川一区に移し、日本再建連盟公認で、第25回衆議院議員総選挙に立候補するも、 落選。この選挙活動中に対立候補の三木竹義が4人の、目かけを抱えていることを非難する演説を行うが、三木は、本当は5人であるなど自らさらなる暴露を行って、聴衆の爆笑を呼んだ。日本再建連盟の結成にあたっては、川上上太郎や三輪の受葬といった、右派社会党の面々に接触し、参加を打診した。年の総選挙で、 政界復帰し、以後当選5回。成田智美、木村武千代、藤本隆夫という有力候補がひしめく選挙区であったため落選も多かった。自民党公認候補として6回の落選は史上最多記録である。1960年、岸派から分派した愛政会の結成に参加。自由民主党国会対策副委員長。 第二次池田内閣の運輸政務次官を歴任し、福田派の参謀となるが、1984年10月に、無派閥となる。佐藤派の田中閣英とは、学歴のない叩き上げ同士という点からシンパシーがあり、閣英が自由民主党幹事長時代の副幹事長として、コンビを組んだ。朝鮮総連の金日野職副議長と知記があり、1971年の、 美濃部知事の中長訪問の際に、堀茂自民党幹事長が、州オンライン宛ての書簡を託すにあたって、小森武史と協力して、工作を行った。1986年の総選挙で落選し、政界を引退。1987年4月17日、監視用のため日本医科歯科大学附属病院で死去。75歳没。ありがとうございます。